のしむすびで、内刀の鞘に祝えられた下げを下げをとは、日本刀の鞘に装着して用いる紐のことである。立ちごしらえと呼ばれる形式の刀層に付けられるものは、太刀層もしくは、背丁と呼び区別する。担当用のもので端を何棒かに分岐させたものは、特に、タコ足下げを足下げをと呼ばれた。主に絹で織られた平組紐が用いられており、刀層によっては、 平皮紐や袋縫いの革紐も用いられた。もともとは日本において、刀剣、特に太刀及び太刀を腰に結びつけて傾向するための、ものであったが、鎌倉時代から室町時代に入り、戦闘用の刀の主流が、腰から下げるものではなく、腰帯に刺して用いる、内型な様式のものになると、鞘を腰帯に結びつけるために用いられるようになり、 不意に刺している刀を奪われないようにするため、また、刀を抜いた際に鞘が帯から抜け落ちないよう、帯に鞘をくくりつけるためのものとなった。しかし、内刀が普及し、内刀のこしらいの形状が煮詰められてくると、刀を抜いた時に鞘も共に抜けないように固定するためには、鞘に、返し角ともと呼ばれるフックが付けられるようになった。刀が抜けないようにするための留め具としては、 こちらの方が有用であり、下げ尾は抜け止め用としては補助的なものとなった。以後は下げ尾は刀を腰帯に結びつけるためのものとしてのみではなく、といった刀を使うにあたって紐が必要になった際に場合に応じて用いるための付属物となっていった。江戸時代に書かれた、もしくは書かれたとされて後世に復刊された剣術や武術。 あるいは武芸について書かれた書物には、下げおの使用法について様々な例が記載されており、それらが本当に当時の書物に記述されていたのか、また記述されている通りに用いられていたのか、といった点については定かではないものの、幅広い用途に使える刀の付属品として用いられていたことが伺える。こうして下げおは有用ではあっても、 必須のものではないとみなされることはあっても刀創から、廃されることはなく、また、様々な色で染めたり何色もの糸で文様を織り込んだりと、色合いや柄の装飾性を追求した装飾美術品ともなり、日本刀が実用品として使われることがなくなった、近代以降においても重要な刀装品の一つとなっている。川巻立ちに祝えられている平川の、 立ち糸口下げ業に用いる素材には絹や皮革が用いられ身分の低い足軽などが実用本位の安価な刀層に用いていたものにはょま製のものもあった。戦国時代後期から日本でも木綿の生産が本格的に始まると木綿製のものも用いられるようになる。立ち糸口には薄べ側を袋縫いにした革をが長らく使われており、室町時代中期の頃までは 立ち本体と立ち糸口をつなぐ足糸口ともども太刀ょには薄手側糸口が用いられているものが一般的である。現代においては人権性のものも主に模擬刀用の下げ用として使われている。下げ用には組紐を用いたものと比較を用いたものがあるが下げ用に用いられる組紐には打ち方によって多くの種類があった。高級なものとしては 絹のの組紐を神として、上から西絹ので包んだものがあり、桃山文化花やかなりし、頃に流行した桃山ごしらえと呼ばれる、カビな刀層に多く用いられていたほか、桃山時代頃から制作されるようになった、人立と呼ばれる立ちの刀層に用いられている。 内刀の繰り形に通した下げを下げをの鞘への取り付け方は、鞘の左標にある繰り形と呼ばれる部品に通すものと、同じく鞘の左標側に取り付けた小さい金具に通すものの2種類がある。立ちの場合には鞘に付けられている2つの足金物と呼ばれる金具に、帯取りもしくは足糸口と呼ばれる革の糸口を通し、足糸口に立ち糸口を通して用いた。 下げ尾の鞘への結び方にはいくつかの様式があり、江戸時代の諸般や剣術の流派では結び方が一様に定められていることが通例となっていた。現在でも独自の下げ尾結びが流派の特徴として継承されている、居合の流派が多く存在する。下げ尾の結び方として主だったものとしては以下のものがある。なお、これらの下げ尾の結びは、描画結びを除き、 刀を刀掛けにかけて飾っておく際、または保管する際もしくは持ち運ぶ際に行うもので、実用として刀を刺している場合には、下げをは解いて、帯に巻きつけるか、端を挟んでおく、あるいは繰り形か,から緩く垂らした後に鞘に軽く絡めておくものであり、刀を帯に刺さずに手に持っている場合でも、刀を抜くことを前提として持ち歩いているなら下げをは解いておくものである。漫画やイラスト。 アニメーション作品等で刀を用いるために持っていたり、腰に刺したりしているのに、下げ尾が大名結びなどの、すぐには解けない結び方で鞘に結ばれたままになっている、ものが見受けられるが、それらは刀を実用するにあたっての下げ尾の、用い方としては、基本的には誤りである。もちろん、刀を実用している状況でも常に解いているわけでは、なく、 邪魔にならないように一時的に鞘に巻くことはあった。江戸時代末期に、主に外国人によって撮影された写真では、鞘に下げ尾を雑に巻きつけている侍を撮影したものが存在する。下げ尾は、刀装品として登場してよりは、個人の趣味によって様々な色や、文様のものが用いられていた。室町幕府や豊臣政権により過剰に華美なものには、禁止令が出されることもあったが、 厳格に守られていたものではなかったことが、当時の風俗を描いた、映図等により見ることができる。江戸時代に入り、武士階級に、所々の厳格な決まり事が定められるようになると、個人の好みで選んだ色の下げを身につけることは、ままならなくなっていった。一例を挙げると、江戸期には、黄色の下げをつけられるのは、武士として最も高い身分の将軍、大名のみである。 作業の色には、諸般で様々に異なった規定があり、明文化されていない慣習による決まり事もあった。現代においても、居合道においては、白色の作業は市販のみが許される、黒一色以外の作業は、有段者のみ許されるといった決まり事を厳格に求める流派や道場は多い。欧州合津藩を例にとると、紐の精度というのがあり、身分により羽織の紐の色が、 下のように定められていた。下げ尾の色もこれに準じたものになっており、自分よりも身分の高いものが使う色を下げ尾に使うことは禁じられていた。現代では和装用の帯締めを下げ尾として用いる例もある。なお、帯締めのうち、組紐を用いるものは明治以降に、刀剣用のものを転用したことが始まりである。ふとし刀は、帯ではなく、鎧の胴に、 直接結びつけるために用いる。そのため、長さは、刀用のものより長いものが普通であり、十尺以上のものが主である。大償雑誌の太刀につける作業は緊急時には、タスキとして用いることを想定していたとされることがあるが、タスキとしてのみ用いることを想定していたものではないため、太刀の作業イコールタスキの代用品との認識は、正確とは言えない。 なめした鹿革を煙でいぶし、防菌、防虫効果を高めたもの差し表、刀を腰に刺した時に見える側鎖を編んだものを用いたものもあり、その様式を特に、兵庫さだちと呼ぶ。このようにして立ちを腰から下げて傾向することを、白と呼称する室町時代から江戸時代にかけて描かれている絵図では、ほとんどが下げをあたんに垂らすか軽く鞘に絡めている。これは、 徳川生成六等の文献によって、正式のものであることを確認できる。逆に、あえて刀を帯に刺している、もしくは手に持っている状態でも下げを結んだままに、しておくことで、刀を抜く意思はなく、他者に危害を与える意図はないことを示す、という作法もあり、現代でも、剣術や武術の流派によっては、下げを常に結んでおくことが正しいとしている派もある。ありがとうございます。